紹介しましょう、まずは小柄でタフな技巧派ボクサーです。ミッキー・カントウェル、イギリス・ロンドン出身の34歳です。91年にプロデビュー、93年に WBC インターナショナルジュニアフライ級タイトル、94年には欧州フライ級タイトルに挑戦しますが12回判定負けしています。しかし96年にキンスノックスに12回判定勝ちし、空位のイギリスフライ級タイトルを獲得。でそして昨年2月にはジェイク・マトララの持つ WBO 世界ジュニアフライ級タイトルに挑戦しますが12回判定負けに終わっています。で今回は一つ階級を下げて王座決定戦に挑みます。戦績は18戦13勝4敗1引き分け、13勝のうち2つの KO 勝ちがあります。一方こちらは今回は海外初めてのリングとなります。エリック・ハミリです。フィリピンパラナクエ出身の20歳です。現在東洋太平洋ジュニアフェザー級チャンピオン、レイナンテ・ハミリの弟エリックは95年にプロデビューしています。でそして96年にルイシト小泉の弟メルチョー・エスピノサに6回判定負けしますが、翌年インタノン・ペッチャイデンに1回 TKO 勝ちし、 WBO インターコンチネンタルストロー級タイトルを獲得しています。で今日はイギリスで初めての世界タイトルマッチに挑みます。戦績は16戦10勝5敗1引き分け、10勝のうち1つの KO 勝ちがあります。はい、カントウェルが34歳で、それからハミリーの方が20歳ということになりますが、さあ浜田さん、どの辺にポイントを置きますか。まあやっぱりあのリカルド・ロペスがあんまりにも偉大すぎるんでですね、はい、まあ、その次すぐ次というのは厳しいかもしれないんですけど、やっぱりこの両選手若い者の力見てみたいなというふうに思いますね。はい、小泉さんいかがでしょうか。そうですね、まあカントウェルというのもキャリアのある選手ですしね、まあハミリに対してどんな戦い方をするか、そこを注目したいですね。さあそれではご覧いただきますが、これはですねハイライトでお送りしたいと思います。 WBO 世界ストロー級王座決定戦、昨年の12月19日イギリスはロンドンでありますロンドンアニーラで行われた試合です。WBO 世界ストロー級王座決定戦です。Between and introducing firstly in the red corner, coming from the Philippines, wearing the red trunks from 14 professional contests, he has 8 wins, 4 by way of KO with 5 losses and 1 draw, and weighed in at 7 stone 6 pounds. Would you please welcome Eric Jamili?104パウンドです。 47.17 キロ、エリック・ハミリ。 Ladies and gentlemen, across the ring in the blue corner, wearing the royal blue trunks trimmed with white, coming from Eltham in England, he's had 18 contests as a professional, 13 wins, 2 by way of KO with 4 losses and 1 draw, and he weighed in at 7 stone 6 and a quarter poundsHe's the former British flyweight champion and tonight making a second attempt at a world title. Please welcome my very own Mickey Padwell! 104パウンド、クォーター4分の1、47.28 キロです。ミッキー・カントウェル。このフィリピンのエリック・ハミリの兄さんというのはですね、はい、レイナンテ・ハミリ、おととしの末ですね、後楽園ホールで竹永久明選手と決定戦、OPBF のジュニアフェザー級決定戦でチャンピオンになりましたね、はい、WBO 世界ストロー級王座決定戦です。あのリカルド・ロペスがアレックス・サンチェスを破りまして統一後返上したタイトルです。青のトランクスがミッキー・カントウェル34歳、赤のトランクスがフィリピンのエリック・ハミリです。ランキングは2位と3位の対戦になります。カントウェルはもともとフライ級の選手だったんですね。ただこれウェイト下げてですね、まあこの決定戦に臨むわけですけどね。まあ11歳で一番最初そのサッカーのスポーツクラブへ入ったんですよ、はい、そこにそのボクシングの施設もあって、そのボクシングの方が面白くなって、それでアマチュアボクシング やり始めたんですね。ただ運がないっていうかですね、どの大会の決勝とかオリンピックへ行く前もみんな
その最後の決勝戦なんかで負けてんですよね。カントウェル、青のトランクとは7ヶ月半ぶりの試合になります。まあ、2度目の世界挑戦、今日勝てば今までの一気に全部帳消しになるわけですね。ミロスベト、ハミリの方は17戦目、赤のトランクス。カントウェルも決して多くありません、19戦目です。カントウェルもキャリアの年数の割には試合数はそれほど多くないですね。そうですね、まあ、91年からですからね、はい。アミリは世界初挑戦。まあ、今ボディーブロー、はい、まあ、軽かったんですけれど、あのサウスポーに対してあの右アッパーのボディーで溝落ちですね、ストマク叩くっていうのはいいんですね、はい。ミラパー、ミラコンビネーションを使います。ボディー2つ顔面に上に返していきます。ハミリはやはり体がそのしなやかで、しなをパンチ打ちますね。ですね。鼻パチはこすります。序盤戦ってみて、これカントウェルあんまりパンチがないって思ったんでですね、ここあちょっと脇腹あざがついてますね。ボディーブローのあざですね。それカントウェルちょっと鼻ですか、切りましたね。鼻から鼻血出しましたね。はい、これこれですね。ですかね。うん、あーそうですね。あ、鼻のこれブリッジ、ブリッジって言うんですね。鼻筋なんですけどね。あの辺はよく切るんですか。うん、たまにあそこを切れるんですよね。それと。カントウェルの切りやすい格好の鼻なんですね。いい簡単になります、はい。あ、切りやすい人はいるんですよ。あ、ちょっと気になるようです。カントウェルミナッパーから左ストレート、左を伸ばします。ボディブロー、ボディを使って入ってきます。迎え撃つハミ、ただ鼻の中が切れて呼吸ができないということじゃなければですね、今のよりはまだいいですね、はい。このハミリはですね、相手に気後れすることなしにですね、これまあ初の英国遠征なのにですね、はい、結構いいパンチ出してますよ。ガードを固めます、上げます。エリカミリ、ブロックします。カントウェル、あれは狙ってますね。右のちょっとフック気味のロングのパンチを出して、はい、それで左フックの返しですね。ずいぶん血出てきましたね。出ましたね。グローブの上、あそこはちょっと止めにくいんですよ。私もカットマン、私は自分のついた選手があそこを切ったことはないんですけどね。
の先輩のカットマンたちがですね、はい、腕のいい人たちがですね、あそこの傷で結構苦労して止まらないな、あの人がやって止まらないのかなっていうようなことがありましたからね。そうなんですか。画面が血だらけになりました。英国ロンドン、地元のミッキー・カントウェル、顔が真っ赤になっています。おー、いいパンチだ、はい、右のアッパーから左ストレートですね。私は1ラウンド目も2ラウンド目も、うん、このハミリにつけますね。そうですか。パンチは生きてますよね、はい、有効だと思います。今ですね、その画面隠れてます、その向こう側ですね、今ちょっと顔見えましたね、ちょっと小太りの右側の彼がですね、あの有名なフラッシュエロールデの息子で、ガブレール・フラッシュエロールデジュニアですね。ガブレール・エロールデジュニアです、はいはい、みんなベボ・エロールデって言いますけどね。今最初に映ったのがミッキー・カントウェルです。この試合はハイライトでお送りしています。 WBO 世界ストロー級王座決定戦、リカルド・ロペスが返上したタイトルです。試合は第7ラウンドに入りました。 3、4、5、6、 小泉さん、どういう流れだったんでしょうか。まあ一進一退なんですけどね、ただ出血は続いてますね、カントウェルの、はい、ブロックされます。ただこのカントウェルファイティングスピリットはありますね、はい、ブロックされてますけれど、WBO 世界ストロー級の王座決定戦です。またしかしやっぱりこう止まらないんですね、出血が続いています。結構深く切ったかもしれないですね。そうですね、小刻み前後に動きます。ミッキー・カントウェル、レフェリーが1回中に入りました。マーク・ネルソン、ボディブローからダウンか、うーん、あ、ダウンです。ダウン取りましたね。ダウンです。ちょっとバランス崩したところですね。スリップ半分パンチ半分みたいな感じですけれどね、ダウン取られましたね。取られてもしょうがないですね。フィリピンのエリック・ハミリー、ダウンを奪われています。だからバランスっていうのは大事なんですね、ただダメージはそれほどあるダウンじゃないですよ、はい、はい、気づいたか。カントウェル飛び込んでいきました。右のアッパー、あの右のアッパーをよく、また使うことですね。入ってくるところを右のアッパーで迎えます。エリック・ハミリー、またまた使います。相手が一番嫌がることは何か考えればいいんですよ。鼻柱あそこ叩くことです、そのため相手が頭下げたときはもう右のアッパーで鼻のブリッジ叩くことですよね、はい。また右ラッパーです。アッパー食いすぎるぐらい食ってますね、ちょっと不用意な彼にもらってしまいます。身を当てました。攻撃パターンを少し変えなきゃいかんですね、うん、カントウェルやはりあの力込めたフック振るとその力は込めるんでしょうけれど、的中率が悪いですね。だからもっとインサイドのパンチ、アッパーなりですね、それからショートの右ストレートをもっと使うとヒットしますけどね。第7ラウンド終了です。私は10対9つけますね、その理由はダウンですが、そのまあダメージがあんまりないことと、そしてその後ですね、そのハミリーが有効な反撃しましたね。だから私はダウンありましたけれど、これは10対9です。そうですか、はい、
イギリスのロンドンで行われています WBO の世界ストロー級王座決定戦。まあ、去年の2月ですね、これミッキーカントやるあのジェイク・マトララですね、これに勝って WBO の世界ジュニアフライ級タイトル、これもうジュニアフライ級タイトルに挑戦したんですけどね、はい、この時は判定負けですよね。第8ラウンドです。また入っていくところを右もらってしまいます。もうすでに赤くなっています。ミッキー・カントウェル、青のトランクス、地元で新チャンピオンになることができますか。おおとバランスを崩します。コーナーに入りました。前は右を振ったんですけどね、右ミラパーで狙う位置ですね。あーもらってしまいますね。ミラパー一本だけでやられてる状態ですね今は。ただ相手のそのサウスポーの右アッパー食う位置にいますね、はい、あもっとポジションを変える必要ありますね。もっと左へ回ればいいんですよね。はいはい、そこであのパンチ打つとですねちょうど真ん中入りますけど、正面にいてあの外側からのパンチっていったらみんな相手にブロックされますよ。あ時計を止めました。ね、こうなってますね、うん、あ試合終了です。レフェリーが試合を止めました。エリック・ハミリー新チャンピオンです。 WBO 世界ストロー級の王座決定戦。ちょっとどうしても血が止まらないということでレフェリーもストップしました。これはしょうがないかもしれませんね。これだけ出てましたらね、しょうがないかもしれませんね。まあ、そうですね。まあレフリーの判断ですからね。8ラウンド1分22秒 TKO ですね。フィリピンのエリック・ハミリが新チャンピオンになっています。結構筋はいいですよこのハミリですね、はい、ご覧のように腰にベルトが巻かれました。 WBO 世界ストロー級王座決定戦、勝ちましたのはエリック・ハミリでした。ミッキー・カントウェル地元で敗れています。